的ゴール理想像っていうものがなくなった時にはどうするかと、もうどうしようもないんですよ。今の日本の政治の停滞力もそうですよ。アメリカ一辺倒であれば何とかなるんだと思ってたけども、そうもいかなくなってきてる。まあ、アメリカ自身も悩んでますよ、ね、それまではイギリスだのドイツだのって言うんですよ。そういうモデルの真似をして、そこに早く長く要領よく引っ張っていけばいいんだという、そういう思考回路が出来上がっちゃってる人間ですね。そこで皆さんにも伺いたいんだけど、答えがないものはどうやって指導するかって、ね、で現場の教師はそこでお手上げなんですよ。答えがないものは教えられない。その答えは自分たちが作るんではなくて、文部省が作ってくれる。教科書なしには指導できないということですね。そこに食らいついたのが共産党系の連中みたいな、ね、その国が先行して国の役に立つ人間だけを作ろうっていうのは、かつての、軍国主義にも教わったんだ。日本の過ちはそうなんだ、それはやっちゃいけないとこうやったんです。それやられた日教組の連中はもう非常に喜んで、今度は自分たちがその目的を作るんだと言ったら、とんでもない目的を作っちゃったんでしょ。日本の目的じゃないんですよ、ね、何かその最高のものがなければ指導できないっていうことですと、最高のものをどっかにくっつけるわけですね。まあ、あえて言うならマルクスでもいいし、共産党のあの綱領っていうのもいいですよ。あれから一歩も出ませんからね。あそこに書いてあるのは封建制の打倒ですから、天皇制っていうものもその悪の根源みたいなもの。時々その衣の下の鎧をちらつかせますけれども、彼らが考えているのは全部そういう日本の歴史を叩きのめすんだということですね。これは現代のものすごく大きな悩みですよ、ね、あの日本のバックボーンであったものは神道であったり仏教なんですけど、それをいかにして力のないものにしていくかという風潮が今非常な勢いで浸透してます、ね、日本の伝統文化なんていうものはみんな封建的なんだと、これはなくすんだと。すなわち彼らが言うのは、ですからマルクスムそのものじゃなくて、それの元になっている近代市民思想なんですよ。近代思想言うなら個人主義とか、ね、科学主義とか、ああいうようなものですよね。それで日本の文化はここまでズタズタにされてきた。常に自分たちよりも上のものは叩きのめすということですから、このハラスメントと、パワーハラスメントと喜んで、マスコミをはじめとしてですね、これを風潮したわけです。結局、そのものは封建的だと、こういう一言で言いたいでしょ。全部叩きのめしちゃうと。すなわち、ここにも書いたんですけども、縦社会って言うんですよ、上下関係っていうものをいかにしてぶっ壊すかっていう。もう学校現場はそうですよね。もう先生は上の人じゃないんですよ。もう教団を廃止したなんてずいぶん昔ですよ、ね、教師は上から教えるものではない。で、その男女もそうなんですよな、ね、まあこの辺が杉田さんの問題になるかもしれないけど、男女っていうだけでもうけしからんとかですね、いうような発想は
全部これは真っ平なものにして、上下関係のない状況が最も理想的だみたいな発想になるわけですね。これは厄介な問題なんですよ。まあね、ですから物をじっくり考えるというなら機能的にですよ、演繹的でなくして機能的にこれこれこういう条件の中でこういうふうに考えたらこうなるんだというような訓練はしてないんですよ、ね、もう立派な目的があるんだと、誰もが否定しない目的へ向かって邁進していくというしかないわけですし、学校教育の中でも考えるっていうことよりも覚えるっていう練習をしています。今の学校教育は記憶の訓練ですよね。記憶っていうのの、その価値はもちろん尊重しますよ。しかしそれがオンリーになっちゃうということは、どこかに正しい答えがなければ成り立たない論法なんですよ。そこで物事をじっくり考えるなんてできない。反射的にファーッと、まあ、こういうこと言ったら差別だとかですね、これはもうケシカーンとかいうスポーンスポーンと飛んじゃうわけですよ。これは学校教育の中でもまた教育っていう発想の中にですね、機能法がないんですよ。演繹法しかないんですね。それどんなに一生懸命熱心な先生でもですね、正しい答えがないものは先生できませんよと、我々には指導できませんよ、そんなことやったらば教育は無茶苦茶になります。これの心配もね、一理あるんですよ。しかしその目的は何で向こうへ置かなきゃいけないんですか、ね、そこで教育っていうものの活動の特色が出てくるんですよ。さっき話したように家庭の中での教育もこれは答えなんかないですよ。じゃあ答えがなきゃ何でもいいのかと、こう飛ぶのも全く考える訓練ができてない人ですよね。もっと分析的に考えていくとか、仮説を立ててトライしてみるとかですね、いろいろプロセスっていうものを大事にするっていうことができなければ考える力は持たない。残念ながら日本の優等生っていうのはそういう意味で、優等生は全部をくくるわけにいきませんけれども、考える力っていうのはないですよ。得か損かっていうものでパッと答え出してる。それが受けるか受けないかですよね。こういう判断基準でパッと答えを出した、これは恐ろしいんですよ。本当に未熟な、まあ、実はあのアメリカなんかはですね、そもそもがあの移民の連中でしょ。それで言うならば向こうで食いつぶしたやつが来ますから、知的水準なんて高かったわけじゃないんですよ、ね、だから常に、まあ、昔私西部劇でよく見て好きでしたから見ましたけど、もうあの鉄砲がついててね、ライフルでも担いでて、あれはいい人か悪い人か、悪い人はボーンと撃っちゃう。その程度の思考力が数多いる国ですから、そうなると兵器にしてもそうですよ。スイッチを押せばかけていくようなね、いかにして効率よく、上手に弾を撃つかじゃなくて、引き金引けばそれが追っかけていくような
形のものまで作りましたね。考えないで。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村晃雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。